して、ガラリとスタイルを変えまして、中高生で演奏いたします。次の曲は奏曲。その昔、長元上人が奈良の東大寺再建の際、徳地の山から木を切り出した様子を旅行地太鼓で表現いたします。太鼓にはいろいろな打ち方があります。代表的なものは平打ち、横打ち、正面打ちです。平打ちは太鼓の面を上に向けて置き、上からバチを振り下ろして叩きます。正面打ちは顔の高さに太鼓を置いて叩きます。櫓と呼ばれる台の上に置いて叩いたり、屋台囃子のように胴長太鼓と付き合って叩いたりします。横打ち太鼓は太鼓を横口に置き、バチを横から当てて演奏いたします。そのバチの当て方や腰を落としたまま左右に体重移動を行うのは大変難しく、多くの練習が必要になります。みんな長い間頑張って練習してまいりました。どうぞお楽しみください。奏曲です。Thank you.
Thank you.